あ、マフラーに当たるな、西が。取りたくねえな、マフラー。いや、でもマフラーこれ外さないといけないやつじゃない。いけないね。いけないっすか。ええ、ダメっすか。はい、どうも、ヒジュートです。本日もよろしくお願いします。ちょっと今回は長いかもしれません。前編後編になってるか、はたまた3分割になってるか分かりませんけども、ちょっとお付き合いいただけたらと思います。え、今日何があるかっていうと、まあ、当然編集長のハイエースで、ケイさんいるんですけど、今お腹痛くてトイレ行っちゃったんで勝手に始めてます。じゃあ今から何やるかっていうと、まあ、とりあえずまず編集長のハイエース、ここまでバンパーから塗装から終わったんで車高を上げます。タイヤホイール、オーバーフェンダー、以上3点やってきます。なんで多分長いです後ろ側からいきましょうか。シャックルで上げます。このシャックルは強度検討書もついてます。なんで構造変更すれば、車検受かります。ということはもうこれは構造変更予定の車ですでちょっとこれを組んで、まあいろいろね調整とかもあるんで、最終構造変更をしてっていう感じの流れです。じゃあやっていきましょう。チャンネル、はい、トイレから帰還しましたもうお腹痛くて、まあ、ここ寒いからね。寒いから僕は何度も訴えてるんですよ、ここは寒いで、これをつけると、 こいつをつけるんですよ。でさっきちらっとオープニングで一人で喋ったんですよ、トイレに行ってる間に、なんかこんな寝転びながら申し訳ないんですけど強度検討書付きです、はい、なので構造変更用です。はい、まあ、ちなみに、まあ、いつまでも上げてないじゃん。ダイスダイスダイス、ネジ抜かないですもん。あ、ちなみにこれ一回シャックル買ってるんですよね、実はシレット。あ、そっか、これと同じやつか。そうそうそう、ゲンコさんの。ええー、これね、乗り心地良くなるんですよね。まあ、あ、でもこの前あれですよね、キーさんこの車運転したから、うん、どういう乗り心地かは分かったっす。そうだね、まあいいよ、結構いいよね。まあノーマルですからね、言ったって、これを入れることによって足の動きが良くなるっていうのが理解できないんだけど、いや単純にここの隙間が生まれるんで、うん、要はあそこのバンプのとこの隙間も変わるわけじゃないです か、うん、だから当たらなくなるっすよね。あ、当たるからガチャンってなるわけですよ。まあそうだね、まあ、でそれ以上に結局下駄かましちゃうんでそう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 、同じことなんだけど、そう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 、だから現場で荷物積む人だったらこれ入れとけば、うん、多分当たること減るっすよ。そうだよね、このバンパーの人ってこうなってるんですよ。ああ、かぶせなんで純正の。そうだね。で後でよくホームページ見たら、ここにディーゼルはススが入り込んで、大変なことになるって書いてあったんで、マフラーカッター、マフラーカッターつけてこの下へ行くやつ、はい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 、まあ、ちょっとあげますよ。俺も早くリアバンパー欲しいなリアバンパー、あのグレーのハイエースにつけるやつですね、ちょっとこんぐらいでいいかな。これあれですよ、怒ってきたら逃げてください。もう逃げれねえじゃねえかいや、こんなすごいネジなかなか見ないですね。太いよね。でもこれで車体支えてるってすごいよね。すごいですよ、ね、だって要は これですよそうだよね、これですよ。それだよね、よく考えると怖えよね。まああのピボットがついてるとはいえですよ、うん、あ、何マフラーに当たるな、西が。取りたくねえな、マフラー。いやでもマフラーこれ外さないといけないやつじゃない。いけないね。いけないですか。ええ、ダメですか。前どうやったんだっけ。ここのゴムずらす、ゴムずらして、うん、ちょっと一回浮かさしてごまかしますか。回してるじゃないですか、カメラ。取れなくて、外れなくて面白そうだなと思って。いや、外れますよ、もうちょっとで。痛い痛い。
切りてぇ切ってどうするいやもうちょっとこの山が1個越えられれば。天城越えですか。天城越えないと下田に行けないんですよ。違う下田の方から天城に行く、あの天城を越えるってことだからね。あ歌は都会に出てくっていう歌だからね。歌はっすよね、いや俺らの感覚からしたら天城を越えて下田に行くじゃないですか。まあ、そうなんだけど我々逆ですか。あれ今聞いてもいいよねあの歌急にその歌の話が入ってきましたけどああもうこれは一発っすよ。ラスペネこれは一発っすよ。これしかもあれですからね、仕事で使ってるのにこれ個人ですからね仕事は556ですから556あとは WD40。 ラスペネで取れないものなんてこの世に存在しないと思うんで。そんなことねえ言い過ぎだよ。いやこれやればね全部解決するんですよ。まあ俺も和光信者だけどさ。いやこれ和光っていうかラスペネ信者です。いやこりゃ今回の動画長くなるぞこれ。ああ撮れた。ああ偉い偉いは方言ですこれで外れる。これで取れる。パワープレイで外しますやっと外れました。取れました。こいつは大変だ、よし。でこっからが問題で、これをネットで買ったわけですよ、はい、そしたらネジは純正を利用してくださいって言われて、うん、でも純正ってここにナットが溶接されてるじゃないですか。ああ。ってことは1ナット足りねえじゃんって話になって、うん、でも奇跡的にこれをつけたことによって、うん、これにこれがついてくるんで、まあね、使えると、はい。まあ、ただそれだけです、はい。それをお伝えしたかっただけです。なんでこれでまた大変なところにネジを入れましょう。でこれ2段式なんで、あの下にすれば車高は高く、うん、まあ当然下でつけるよね。そう上だと多分1インチぐらい、うん、現部さんのが 0.5 インチぐらいなんで、よし。じゃあ上はどっちにしようかな。純正にしよう。まあ別に大した差はないんですけど。でこれ下にするわけじゃないですか、うん、ちょっと締めすぎもよくないな。下にこうやってしたいんで、うん、こいつを下げたいんで。 でもさ、はいはい、片側ずつやじゃなくて両方やんなきゃダメじゃないの。いやでも結局つながってるんで、まあ貸しがあればいいのか。そうだけど入れるネジ入れるのがあれじゃない。いや大丈夫です。いいの。大丈夫です。ジムニオンってたんですよ。まあそっか。ほら多分行かないよ。あ外してないですか。そう外してない。まだ行かないよ。あ取っちゃっていい。いいっすいいっす。このアストロのこのカチンカチン怖いじゃないですか、うん、たまにきしむきしむのがね。でこれで各ネジを締めていけばとりあえず OK じゃないですか、はい、締めてないけど。締めてないけどね。締めてないけど、はい、今今度そっちの問題を解決しに行きましょう。はい。寒い。俺暑いっす。よいしょ。さあ今度こっちを、はい、取れたんで行きましょう。もうついにストーブの方にいるじゃないもう何だったらちょっとこう置いとくから。な何をですか。カメラ嘘でしょすげえ乱暴じゃないですか。寒い。いやでもまあ寒いは寒いですよね。うん。練習場ギアるよ。ギアジ。ああジ。いや大体整備士なんて腰痛かジかどっちか。まあそうだね。コンクリートの上だからね。そう。いや一回すげえ腰やっつけた時は、うん、あのタイラップが入ってる箱を持ち上げただけで行きましたから、ね、でしかもその時乗ってたのがシャコタンのスイフトで病院に行くのも大変だったっていう、うん、いやワングルだからこのハイエースに近づけるんだったら上のキャリアとはしごがないとダメだね。ああそれっすね。うん。でも上何乗ってんすか。いやこの腹を。何すか。作業中に何すか。いやでもこれでも実は2キロ安かった。あそう。そうなんですよ。某ウイルス製のやつで、うん、だいぶ外出なかったじゃないですか。うん、体力相当持ってかれてて。最近あの歩いたり走ったりしてるんですけど、
あ、まさか21じゃないこれ。22？ うん、22でしょ。マジっすか。編集長は33です。別にいらない情報だから。45歳になってるからね。最近その45っていうワードが出てこないね。だって今俺外したよ。いや、あの、あれです、じゃがりしゃくですよ。あ、真ん中か。そう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 、そういうことか。よっこいセット、どっこいセット、22。あ、22。あぶね。あ、めんどくさいな。大きい方でしたか。大きい方でしたね。ヒリス工場を専門としてる整備士が2分の1持ってることないですから。うん、また置いてるじゃん。普通の人はあんまり2分の1あんまり持たない。そうそう。あー、もうダメ、もう寒すぎてお腹痛い。そんなに寒さに弱いんですね。それじゃ北斗市住めないっすよ。これタイヤつける前に、うん、オーバーフェンダーつけた方が楽っすかね。多分楽。ネジに止めるのあるでしょうか。あるっす、あるっす。この状態でつけた方がいい。じゃあこれつけたらちょっとオーバーフェンダー取り行きましょう。あの、塗装ブースに置いてあるんで。いや、なんだろ、そうだ。塗装ブースとか言うな。うちの塗装ブースに。あの中で塗装しちゃう。そうっす。いや、ここ砂ぼこりすごくて、うん、嫌だったんで、ちゃんと塗装ブースが完備されてるんで、塗装ブースに。なこと言ったら俺も使うよ。いや、でもあそこ最後事務所になるんで、うん、事務所になったらもう使えないですよ。よし。どこに行ってんのかな。こんだけ行っていいじゃん。まあ、あのね、穴開けるときはなるべく。そうですね、はい、で、あのハンマーは普通の使いましょうね。はい、それ行き過ぎちゃうんで。これあの 1.3 キロなんで。建築とかやるんです。そしたらこの18ボルトの6アンペアで、これあの寺本と同じやつです。はい、はい、よし。したら両面テープ貼りますか。はい。なんかあれですね、ドアバイザー貼るみたいな。ああ、そうだね。昔あの、それこそ前職の若い時なんかドアバイザーはよく貼ってました。まあ最初にそういうことやらされるよね。そうそうそう、ドアバイザーからオーディオになって、オーディオからナビになってみたいな。ついに座ったっすね。寒すぎ、ここ。いや、ここに1日いるんですよ、俺。すごくないですか。シャッター閉めるようなスタイルでやればいいのにって思うんだけどさ。あー、ちょっと無理ですね。K だったらいけるんですけどね。まあ、車洗えばいいんですけど。ちょっと洗うにも、今、あの、絶対これやっちゃダメですよ。汚いまま絶対これやっちゃダメですよ。傷だらけになります。傷だらけになりますから。これ編集長だからできる技です。いや、今水出ないんで凍っちゃって。もう朝確認したら凍っちゃって出ないんで、まあドアバイザーもそうですけど、一回予行演習をして、はい、あ、拭いてるとこ全然違う。全然違う。もっと上だ。まあこれはあの両面テープが乾いたら車洗うんで大丈夫です。塗装は大丈夫。塗装大丈夫です。いや、今日は洗わないですよ、寒いんで。まあ、こういうことですね。はい、こういう感じですよ。そういう感じですよ。どうですか。いいじゃないですか。四駆っぽいですか。ええ、じゃあ貼っちゃいましょう。はい、まあ、本当はこれ温めた方がいいですよ。あの、まあそうだね、本当は、うん、本当はヒートガンとかね温めればいいんですけど、寒い日が やるときは。あの、この本絶対真似しないでください。真似しないでくださいっていうのを平気でやるっていうね。それダメなとこですね。ダメなんですけど、いや、ヒート感はもう出してもいいんですよ。出してもいいんですけど、これの電源使うんで、これが止まるんですよ。あ、これ止まったら俺は帰る。そうっすよね。なんで今こうやってます。
まあ、こんだけ炙ってる感じですね。これはよく長谷川さんに怒られました、ね、あのすぐ行きたいタイプなんで、すぐ貼るとダメだよっつって温めないと思うんです。いや大丈夫ですよ、この後日向に置いとくんで。そういうことじゃねえってこれあれですか、あの全部剥がさずにちょいちょい行くはずか、ちょいちょい行った方がいい。俺一気に行くはず。ああそうけど、じゃあ聞くないやどういう派閥かなと思って、それもあの長谷川さんに怒られます。ちょっとずつやらないと違った時に困るじゃんって言われて、そうっすねっつって一発でバッ、けど今動画撮ってるんで、よし動画のせいにすんな怒られそうですよマジ気まもない。よし、すごい車が冷たいすげえ、編集長ハイエースオーバーフェンダーついた。いやーオーバーフェンダーついたっすね。まさかつけると思わなかったよね。しかもこの形、うん、結構今時ですよこれ。今時だよね。今時ですよね。真ん中も押して、ここですよね。そう、濃いな、あの人。あ、でもこんだけ柔らかければ多少木が当たっても大丈夫そうですよ。うん、木って何、木を乗り越えるつもりなの。いや、入っていくとこうなんか竹やぶみたいな感じで、ね、よし、どうすか。いいね、いいっすか。あ、いいっすね。うん、じゃあネジ取りましょう。はい、あんま変わんない、変わんないか、若干ぐらいじゃないですか。また難しいこと。いや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 、そうそうそう、こういう感じです。そう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 、あ、変わんないね、別に。あんま変わんないっす、変わんないね。まあ、これじゃスピードメーター狂わない、狂わないね、いいね。絶対大変になりますよ、これ。もうあとアライメントで調整するよ。いや、あと音もうるさそうじゃないですか。ブロックはしょうがないですけど、まあでも意外といいんじゃない。いやでもグッドリッチですよ、うん、こんな感じですけどどうですか。いいじゃないの。いいっすか。これさ、じゃあさ、タイヤこれダメだったらさ、はい、もうワンサイズ上いけるってことじゃんね。まあもうワンサイズいっても面白いですよね、うん、これいくつ。これがですね、2 2 1 5 7 0。じゃあちょっと待って、裏見せて、裏オフセット違ったやりません。せっかくゴムつけたんで。これ反対側用ですね。反対用だね。はい、反対用ですね。まあ、このホイールはまあ実は僕のホイールですって。奪い取りました。はい、使ってなかったんで。使ってなかったんで。どこに書いてあるのこれ。いや、マジで書いてないですよ。でもこれ、でも書いてなければさ、はい、発送する人も分かんなくね。分かんないですよ。だからこれタイヤ組む時も、何 G か分かんなくて困ってたんですか、うん、グランドハイエースに入ってました。グランドハイエースに入ってたやつをつけたんで、はい、セットは分かりません。何も分からずに入れるところもすごいよね。一体出具合とかどうなるのかとか、そういうことを一切なしでやってます。なしでやってるよね。A 型なんですか。余ってるから入れてるだけみたいな。ワイトルいらない、いらない。マジっすか、ええ、このタイヤはいただいたものです。はい、はい、ファミリーのヒロさんにいただいたものです。ありがとうございます。ありがとうございます。前3型に入ってたらしいですね。ああ、でもう使わない。でもこれノーマルにつけてたらこれ当たるよね、これフロントは。そう、当たるっすよ。後ろはいいとしてもさ、はいはい、そう、ヒロさんの四駆だっけ。四駆なんですよ。キャンプかなんかに行くのに、うん、買って履いたけど、その後車買い替えちゃって、買ったばっかだから取っとくっつって取っといたらしいです。いや、これはかっこいいわ。ああ、いい。で、なんかホイールもさ、デイトナだからさ、まあ、こんな言い方するのもいけないけど、はあ、なんかこう、気にしないじゃん。いや、デイトナめっちゃ好きな人には申し訳ない。いや、じゃあ俺もデイトナ好きだから取っといてあるんだよ。俺メッキも黒もこれ持ってたから。ああ、昔はメッキにスタッドレス履かせて、あ、違うわ、メッキに夏タイヤ履かせて、あ、そうですね、黒にラジあのスタッドレス履かせたから。いや、いいっすね。いや、これ、いや、かっこいいわ。かっこいいっすね。じゃダメだよ、ちゃんと増し締めして。あ、は、できないです、できないです、俺さん。あ、そっか。はい、いや、買いますよ。はい、いい
いいじゃないの。どうすか。いや四駆っぽい四駆。ああ。かっこいいわ。あわよくばもうちょっと上げてもいい。上げたいね。リフトアップのリフリマさん。リフトアップリーフ入れてシャックル、シャックルで。でやれば3インチじゃないかもしれない。リフトアップリーフ1インチのもあるし2インチのもあるし。いやでもさ他の補機類をまあやんなきゃいけない。どうするかだね。ただブレーキホースと延長になるから3インチだったら多分大丈夫だと思う。3インチでいけるぞ。まあでも一応まあ、まあ2インチで、うん、でもいいっすよ全然。いやかっこいいわ。かっこいいっす。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれて